打つアニメっていう噂をね、よく聞くんですよあの。見たらすごい落ち込むとかですね、あの、行ったら帰ってこれなくなるとかって聞くんですけども、あの、僕はですね、あの、高畑アニメを見るつもりで見たらですね、あの、平気だったんですよね。あの、つまり、 高畑アニメを見る気分では何かっていうと、作り物であるということを前提に楽しむっていうのかな。例えばその舞台を見るときって、映画と違ってですね、生の人間がその場で立って演技しててで、背景もですね、舞台装置だっていうのが分かりきってるじゃないですか。だから僕らは舞台を見るときは、 その映画とは違って没入感がそんなにないんですね。で、見てるうちに徐々に徐々に引き込まれていくっていうような没入感なんですけども、アニメの場合はですね、逆に言えば抽象度が高すぎるからですね、で背景も精密なもんですからですね、没入感が その自分の方の気持ちでどん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 入っちゃうんですね。なので、主観的に見る人がすごく多いんですよ。つまり、あの、高畑アニメ的な見方っていうのは、キャラクターの存在をその、そんな本気にせず、作者が何を描きたいのかを受け取る気持ちで見るっていうことなんですけども、メイドインアビスの今回の劇場版ではですね、その登場する重要なキャラクターが、まあ、ものすごい残酷な方法でですね、切り刻まれて、その姿のままで 生きながらえながら利用されるというような話がなってるんですね。この部分をですね、まともに受け取るとですね、ものすごい、その、鬱になっちゃうんですよね。ただ、これはあの、アニメだし、その、作り話なのでですね、あんまりその部分にその、感情を乗せすぎて見ない方が見られるというかですね、僕はあの、受け取れると思うんですね。で、なんでこれを作者もその、描かなきゃいけなかったのかっていうのを、 考えるとそうすると今回の悪役のですね、その霊明教ボンドルトっていうキャラクターが出てくるんですけど、このキャラクターへの理解がその深まるわけですね。メイドインアビスって人間とは何かがやっぱテーマなんですよ。で、アビスっていう潜っていくっていうのはですね、創作活動のメタファーなんですよね。ぶっちゃけですね、アニメとか漫画の専門学校に行って、 仲間たちみんなはアニメとか漫画にどんどん夢を持っていって、どん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 創作の世界の深みにはまっていくと。でも、その一緒にはまっていく大部分の人たちっていうのはですね、その自分の夢に食われて業界を去っていったり、もしくは心を病んで部屋から出れ、 出れなくなっていくわけですね。残酷な描写っていうのを現実のメタファーとして考えると、あれはなんかナチスドイツなんだとか人体実験なんだというふうに取っちゃうんですけど、そうでなくて、漫画を描いている作者がなんであれを描いて、そしてなんでボンドルト教っていうのを最後の方でいい話みたいに こう、ずらして書いていくのかっていうと、やっぱり自分自身の経験だからですね。自分自身の創作経験を書いてるからなんですけども、作品を作り続けるということは、自分の世界の中に深く深く入り込んでいくわけですよね。で、自分の世界に深く潜っていくほど、自分の形っていうのを保ちにくくなっていくと。自分の形っていうのは、つまり、 普通の人間、普通の、例えば20代の男の子であれ、女の子であれ、そういうふうな人間っていうのをですね、その保つのが難しくなってきて、夢を破れてアニメとかゲームとか漫画の世界を去っていく仲間の思いを受け取ったり、逆に負けていく仲間を餌食にするようにネタにしてしまうと。つまりそいつらが何を書きたかったか、何をやりたかったのかっていうのを、 別にパクるという意味じゃないですよ。そうではなくて、徐々に徐々に自分の中に取り込んでネタにしていって、去っていった人たちっていうのをネタにして自分で食っちゃってですね、それぞれの作家たちっていうのは、それぞれ唯一無二のその作家になっていくわけです。作家っていうのはたった一人でなるわけではなくて、漫画家も、もう本当にアニメのですね、あの創作者も、 あのゲームの作家も全部そうだと思うんですけど周りの人間の夢とか周りの人間のやりたいことっていうのをどん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 取り込んでなっていくようなものなんですけども「だから黎明教ボンドルド」っていうのはですねそんな世界のですねある種究極の悪でありながらある種ですねその理想の教師であり理想の編集者でもあると思うんですね。つまりその自分たちを作家にしてくれるんだけども人間ではなくなってしまうと。 それをすごい極端な形で書くと、いろんな人を犠牲にしながら、アビスの担保をしていくような話なんですよ。でも、ボンドルドって、あの、第5回ぐらいのところから奥には行かないんですね。つまり、あくまで自分は送り出す側というふうに立っているという辺が、編集者的であり、なんか教師的だなというふうに思いました。だから、書き手、作者はですね、アニメーション作り手も含めて、ボンドルドをですね、 悪役として書けないんですね。そうではなくて、どこかで踏み違えてしまって人間性を失ってしまったプロデューサーであり編集というように書いてるから、あそこまでもものすごいリアリティが出てくるんだと思います。